はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋ひともです。今回は仮面ライダーとポケモン選定の感想を1ヶ月分というまとめ扱いになります。ポケモンもでしたね。失礼しました。まずはポケモンから。最近だったら、セイ君を捕まえた回あるんですけど、それ大炎上してるらしい。炎上なのかな、わかんないけど。僕がゲットしたのは、っていう感じでしたね。まあ、ポケモンの、ポケモン回答するやつ、そのまま仕方ないと思うけどね。っていう感じですね。まあ、とにかく、ペンシさん的には。でも、最近なんか、っていう感じになってますね。まあ、そんな感じですかね。戦隊はラスボスの変形が3つあるっていう、それはなんでって思いました。ボス自体が意味わかんない状態。そんな感じかな。最終回の後、もうちょっとあっていうのは、寂しいですね。あと5回、4回の放送ですけど、楽しみにしてます。仮面ライダーに関してはもうざっくり言う。もう訳がわからん。最近見れてないからわけわからん。戦隊もだけど。まあ、そんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。